はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャップゼロの動画なんですが、正月三が日ガチャのね、ラスト3日目ってことで、危ないよ、今日出かけてたからね、ちょっと引かないで終わるとこだった残り55分ってことでね、これちょっと引いていこうかなと思います。よし。あー、まあまあまあ、そうだよね、1体は確定なので。おー、いきなり来た。あ、佐野か。コンビプレイか。コンビプレイシュートはありだな。あ、これは悪くない、使える使える。そうして、まあ星2が続くんだよね、きっと。まあただ確定枠は最後なので、もう1枚。さあ、ここ。あーっと、岸田のこれはなんだ？荒波タックルか。荒波タックルはね、これで星5にできるぐらいの感じだったかな。まあでもこの2つは、使うかもしれないぐらいの感じだな。森崎森崎何体来てんだっていうなるほどね。まあそんなわけでね、3日間の無料ガチャ終わりましたと。まああとね、優勝60はちょっと引こうかな。はい、まあそう簡単にはね、出てくれないですよね。ダメだったか。はい、まあそんなとこかな。まあ一応ね、この新春お正月ね、シルバー以外は引いたっていうことで前回動画撮ったんですが、まあゴールドとかからね、結構使えそうな星さんが出てくれたってことでね、ちょっとね、育成していきたいかなと思ってます。まあこれ入手順なんだけど、まあ美咲くんとか、あとね、このね、茶がね、意外とね、アジア 15% アップ強いね、これ。日本人全員アジアだから、こいつは、なんか育たなくても、ベンチに置いといて、チームスキルだけ活用してます、みたいなね。感じでね、ベストメンバーもね、これでちょっと、チーム力上がったかな、みたいなね。だからね、ある意味監督状態っていうね。ことで、まあここはね、だからね、育てんの後回しにしても戦力アップにつながってるみたいな。で、あとは小春光とかが結構強い感じなので、育てていきたいかなと思ってますね。まあ特訓素材とかがね、結構足んなかったので、特訓素材もね、集めつつやっていこうかなと思いますって感じかな。まあだからね、ちょっと前までね、育てるのあんまりなくなっちゃったなとか思ってたんだけど、お正月のガチャで一気に、育てたい選手は増えたので、まあしばらくはね、その辺をちょっとずつ育成していきつつ、まあ超激戦とかね、やっていこうかなってとこですかね。あとはね、あとは特にないかな、とりあえず今回は。うん、そんなとこだね。次の試合までには体調をベストにしてこいよ。はい、というわけでね、今回の動画はまあちょっとね、無料のねガチャとかね引いたりしただけでしたが、これでね終わりにしようかなと思います。ということで、ありがとうございました。よいしょ。